네, 먼저 광고 말씀드리겠습니다. 곧 수요예배가 시작됩니다. 우리 바깥에 계신 성도님들은 모리아 성전 안쪽으로 들어와 주시기 바랍니다. 그리고 뒤에서부터가 아니라 앞에서부터 자리를 하나하나씩 채워주시기를 다시 한번 부탁의 말씀드리겠습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 앞자리부터 한 분 한 분씩 이렇게 자리를 채워주시기 부탁을 드리겠습니다. 할렐루야. 우리 찬양하시기 전에 함께 먼저 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 은혜와 사랑의 감사를 드립니다. 오늘 우리에게 하계 대성의 세 번째 날 저녁 집회로 우리에게 우리의 主が備えられた大きな祝福と恵みを皆所有することができ心から感謝いたします。全能なる我が主は不可能なことがないと私たちに教えてくださいました。また私と共にされる主は私の小さなうめき声にも応えてくださる父であると言ってくださいました。今日御言葉の信徒たち大聖会を通し全能なる主の前にすべてを委ね、私の小さなうめき声も聞いてくださる尊い大聖会となりますよう導いてください。今日驚くべき主の皆をあがめます。主が栄光を受けられ、歌詞一つ一つが私たちの信仰告白となれますように守ってください。終わりの時間まで主が共にしてくださることに感謝し、イエス様の皆によって心からお祈りいたします。アメン。共に信仰を持って賛美しましょう。전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 강구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 참으로 없네. 주의 말씀을 위하여 깊은 곳에 금을 넣자 오늘 그가 놀라운 일을 이루시나 보라. 주의 말씀을 기하여 믿음으로 금을 넣자 믿는 자에게는 지못하. 전능하신 나의 주 하나님은 전능하신 나의 주 하나님 능치 못하실 일 전혀 없네. 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 강구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일에 가시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네.
주의 말씀을 지하여 깊은 곳에 그를 던져 처음부터 고백합니다. 전능하신 나의 주 하나님은 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실리 능치 못하실리 전혀 없네. 우리의 모든 꿈꾸고 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 진실하신 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있습니다. 불가능한 일을 행하시고 죽은 자를 일으키시니 우리 큰 목소리로 찬양합니다. 자에게 믿지 못하던데 주의 말씀 의지하여 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 그를 얹어 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것보라 주의 말씀 의지하여 믿음으로 그를 얹어 우리 다 큰 목소리로 고백합니다. 주의 말씀 주의 말씀을 하여 깊은 곳에 그를 던져 오늘 그가 놀라운 길을 이루시는 것보다 주의 말씀을 하여 믿음으로 그를 던져 믿는 자에게 믿지 못하 믿는 자에게 못함 없네 믿는 자에게 능치 못함 없습니다 믿는 자에게 능치 못함 없네 우리 하나님께 감사하며 박수 올려드립니다. 할렐루야. 우리 아브라함 이삭 야곱 아브라함 이삭 야곱 다메스 헤스볼라 아미나단 나속 살몬 모스 오베니세담 솔로몬 르호보아 마미야 사요사마 요라무시아 요다마스 이슬기야 무나세야모 요시야 여보 설리에 스알디에 스룹바베 아브렐리아기 아브라함 이삭 야곱 아브라함 이삭 야곱 유다베스 헤스볼라 아미나단 나손 살몬 보아스 오베니세 다윗 솔로몬 르호보암 아비야 아사 요사바 요나무시아 요나마스 이스기야 브네세 아보 요시야 여보살리 예수님이
예수님이 오셨어요. 예수님이 오셨어요. 나를 위해서 우리 다 큰 목소리로 예수님이 오셨어요. 우리 힘차게 박수면서 함께 찬양합니다. 자, 오주여 당신께, 오주여 당신께 감사하리라. 주여와 내게 주심을 나에게 영원한 기쁨 속에서 내리신다. 우리 다시 한번 남자 우리 남자 전사님들이 구속사 기가 막혀 할 때보다 덜 신나시는 것 같아요. 네, 찬양의 시간인데 그때만큼 에너지가 나오고 있지 않은 것 같습니다. 자, 우리 평강의 성도님들 지치지 않으셨죠? 네, 지치지 않으셨죠? 우리 다시 한번 찬양하시면서 뜨거운 시간, 뜨거운 찬양의 시간 우리 다시 한번 갖도록 하겠습니다. 전주! 자, 우리 힘차게 박수치면서 우리 큰 소리로 찬양합니다. 어두운 밤에, 캄캄한 밤에, 새벽을 찾아 떠난다. 종이 울리고 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었어. 자, 우리 뒤에 계신 성도님들 박수 크게. 자, 우리 큰 소리로 찬양합니다. 오 주여, 어두운 밤에
자 우리 가장 큰 목소리로 찬양하기 원합니다. 오 주여 나의 가장 낮은 마음 하나님 사랑 낮은 자를 높여주시고 아름다운 하늘나라 허락하시고 내 모든 걸 예비하시네. 사랑함의 기쁨을 우리에게 축복하신 하나님 사랑 한 자를 높여주시고 아름다운 하늘나라 허락하시고 자 내 모든 것 예비하시네. 사랑함의 기쁨을 나를 지켜주시리 그 선한 눈동자
낙심했어도 우리 큰 목소리로 자랑합니다. 今日も心を合わせて共に祈る時間を持ちたいと思います。夏季大聖会第3日目です。今回の夏季大聖会を通し、主が私たちに約束されました御言葉の信徒たちのために、私たちのために戦ってくださると約束されました。必ずその御言葉通り成し遂げられると信じます。教会を辛くし、また家庭を辛くし、個人を苦しめたたくさんの問題、私たちがいかにもがいてもその難しい問題から出ることはできませんでした。しかしこの時間、我が父が戦ってくださることにより、我らのすべての問題が一つ一つ解決される尊い大聖会の期間になると信じます。我らの目を上げて人にその視線を向かうのではありません。私たちは目を上げて主にその視線を向かわせなければいけません。辛い時、苦しい時、主に頼らなければいけません。私のもがき、私のうめき声も聞いてくださり、くださる主にすべてを下ろし祈り求める時、我らの祈りの課題が一つ一つ答えられる生きた礼拝の時間になると信じます。そのような信仰を持って主だけを見つめよう、共に賛美し祈りたいと思います。하나님 사랑의 눈으로 너를
우리 다시 한번 고백합니다. 하나님의 사랑을 하나님의 평안을 하나님께 찬양과 경배합니다. 하나님의 선하심을 닮아가는 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 사랑하시네. 우리 함께 찬양합니다. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 그로서 언제나 너에게 우리 믿음의 손을 고 함께 사랑합니다. 지금에도 응답하시니 어느 어느 곳에 주를 향하고 주만 바라보고 눈을 들어 주를 보라 하나님 사랑합니다. 눈을 들어 주를 보라 주를 보라 내 모든 것 여주께 맡겨라 슬플 때에 주님의 얼굴 보라 우리 다 큰 목소리로
살아계신아버지生きておられる父なる神様、2024年度夏季大盛会を祝福してくださり、主が備えられた驚くべき恵みを体験することができ、また時間ごとに述べ伝えられる御言葉によって我らの霊が清められ、また健やかになるよう導いてくださったことに、心から限りない感謝と栄光と賛美を称えます。生きて おられる父なる神様、この時間祈るとき、御言葉の恵みが力強く望んでください。主の御言葉が力強く望む夏季大盛会へと私たちを呼ばれ、御言葉が働かれる現場へと呼んでくださった感激と感謝に、もう一度主にだけ栄光を捧げることができますように、これから信徒として誠実とまた正しさを持って生きていくことができますように、一人の魂を千よりも尊く思う羊飼いのような心を持ち、またそのような務めをするすべての教会となれますように守ってください。誰よりも犠牲し、また献身をし、教会のために奉仕をする信徒となれますように導いてください。これから残った日程を通しても主に栄光を捧げ恵みを受けることを願っています。御言葉を求める心を与えください。各自に捧げているすべての祈りの課題が答えられますように守ってください。我らの信仰が御父にだけ栄光を捧げるきれいな信仰となれますように導いてください。14万4000人のような信徒となって、我らの唇に偽りがないように守ってください。この時間、キンバウル牧師先生より御言葉を伝えてくださるとき、備えられた御言葉によって恵みを受けることを願っています。祈りながら準備されたすべての恵みを、すべての恵みの御言葉を述べ伝えることができますように、聖歌隊の賛美を通し恵みを受けたいと思います。準備しながら備えたすべての賛美の恵みが共に分かち合うことができますように、すべてを委ね、愛の大きいイエス様の御名によって感謝しお祈りいたします。アメン。命の御言葉はエレミアの3章16節から17節の御言葉です。あなたたちがこの地で大いに増えるとき、その日にはと主は言われる。人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い起こすこともない。求めることも作ることもはもはやない。その時エルサレムは主の王座と呼ばれ、諸国の民は皆そこに向かい、主の皆のもとにエルサレムに集まる。彼らは再び固くなで悪い心に従って歩むことをしない。これは主の御言葉である。アーメン。Thank you.
ありがとうございます。この時間救済 C8 番目の講義をしてくださる先生です。オルランド教会に仕えているキンバール牧師先生です。大きな恵みを受けることを主の御名によって祝福いたします。皆さん久しぶりですね。共に挨拶しましょう。ハレルヤ。隣の方とも挨拶しましょう。力を出してください。残りわずかですよ。3泊3日間4日間始まりから見ますと、礼拝が14回ですね。説教をされる方々もすごいですが、その場所から離れず御言葉に集中される信徒の皆さんの方が素晴らしい、もっと素晴らしく本当に尊敬します。御父の備えられた祝福が、恵みが皆さんに共にする時間になりますことを主の皆によって祝福いたします。今日の題名は幕屋と掟の箱の移動経路です。パク・アブラム先生が記されました救済シリーズ第9巻目を参考にしました。今日の本文をもう一度読んでみたいと思います。エレミヤの3章16節から17節の御言葉、あなたたちがこの地で大いに増えるとき、その日には同主は言われる、人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い起こすこともない、求めることも作ることももはやない。その時エルサレムは主の王座と呼ばれ、諸国の民は皆そこに向かい、主の皆のもとにエルサレムに集まる。彼らは再び固くなで悪い心に従って歩むことをしない。主の御言葉である。アーメン。預言者エレミアは、私たちの想像を超える衝撃的な御言葉を今宣言しています。今あなたの国がこの地で大いに増えるとき、掟の箱について語らず、心に浮かべず、思い起こすことも求めることも作ることもしない。私たちが思うには、掟の箱を常に近くいて思って、また思い出さなければいけないと思うのに、預言者エレミアは正反対の言葉を語っています。しかしそうなった時どんなことが起こるかというと、まさにその時エルサレムが主の王座と呼ばれる、このように栄光な名を呼ばれ、また諸国の民はそこへ向かう、このような御言葉が記されています。私たちの最も大きなビジョンがあるとするならば、元老牧師先生が語ってくださったように、世界がこの御言葉の前に集まることであると信じます。それがいつ成し遂げられるのか、それは主の契約の箱について語らず、心に浮かべず、思い起こさず、求めず、作らないときに世界は集まる。なぜ神様はバビロン侵攻、このように滅亡を前にこのような御言葉を語られたのか、今日深く御父の心を考えてみたいと思います。まず幕屋は2つの意味を持っています。1つ目は目の福音と呼びます。イエス・キリストの福音を、イエス・キリストの救いの福音を、視覚的に見せているのが幕屋となります。ヨハネの福音書1章14節にも、御言葉が肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子として栄光であって恵みと真理とに満ちていた。神様の御言葉は目に見えません。この見える肉身に宿られた方がイエス・キリストです。幕屋は肉身を着て宿られた、イエス様を見せてくれるのが幕屋であります。そして2番目、幕屋は堕落した人間が神様の前に進み出る道です。いかに進みたくても道がなければ進むことができません。しかしこの幕屋がまさに神様へと向かうことのできる道であります。ローマの3章23節を見たとき、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていた、
私たちのすべての悲劇がここから始まりました。本来神様が作られた時には、私たちを作られた時には、我らは主の栄光の中で住んでいました。主の栄光なる衣を着て、また栄光の恵みのもとで生きていたから、どんな悩みも心配事も、苦難もなく、安らかに穏やかに生きていたわけです。しかし主の御言葉の前に従わず、主から背き遠ざかることによって、すべての人たちが罪を犯し、主の栄光に到達できず、苦しみに遭っているのが今の人類であります。このように幕屋が、堕落した人間が再び神様へと進み出ることのできる道を明確に示しています。教材にもありますが、前を見てください。この絵を見てみますと、非聖所、聖所、庭と記されています。この幕屋がまさに、堕落した私自身だという見解で見てください。まずこの非聖所というのは、霊です。霊の部分です。そして聖所、これは私たちの魂の部分です。そしてこの庭、これは私たちの肉身の部分であると言えます。ですから堕落した人間が、幕屋の中へ入ってきます。そうしますと、一番初めに目にするのは燔祭壇ですね。燔祭を捧げる祭壇、そして水瓶です。私たちの罪多きこの外面の肉身を火によって、完全に燃やす心を持って主の前に進み出なければいけません。そしてどこへ入っていくのでしょう。自分の罪を燃やしますと、聖所に入っていくことになります。聖所に入りますと、パンを備える机や、また灯台、食台があって、またここに、香を炊く祭壇があります。ここを通り過ぎて、神様がいらっしゃる掟の箱が置かれている至聖所へと入ることになります。私たちが自分勝手に主の前に進み出ることはできません。主の定めがあります。このように絵で詳しく見てみましょう。このように入ってきました。幕屋の中に入りますと、庭へ入っていきますと、燔祭の祭壇があって、そして水瓶があります。火と水によって我らを燃やさなければいけません。私たちの考えや私たちの罪を燃やさなければいけません。清めなければいけません。そして、その次に幕屋へ入りますと、一番初めに、このパンを並べた命のパンの机があります。これは御言葉を意味します。そして2番目には、香を炊く祭壇があります。壇があります。これは、祈りを意味します。私たちの祈りが、功となって主に届きます。そしてこれが、聖霊の、7つの炎を意味します。聖霊の照明の下で祈りと御言葉生活をしなければいけないということを意味します。そうした時に、至聖所、掟の箱の前、神様の前へ進み出ることができます。このような幕屋が建てられた目的であります。また幕屋には3つがありますが、この十戒が記されている石の板2枚、また亀と、またアロンの花の芽生えた杖があります。これは後ほど見ます。アラノ教会の中心には常に幕屋と掟の箱がありました。民数記の2章2節を見たとき、イスラエルの人々はそれぞれ家計の印を書いた旗を掲げて宿営する、臨在の幕屋の周りに距離を置いて宿営しなさいと命じています。これはヘブル語で、周りにというのはヘブル語でメンネゲドサビブと言いますが、これは幕屋を中心に、つまり、幕屋に向かってという意味です。行進するときには、ユダ部族、イサガル、ゼブロン、このように進んでいきますが、また南には、ルーベン、このように部族が位置づけられていると考えていましたが、それだけでなく、宿営をするときに
この幕屋に向かって、宿営を張りなさいと命じられました。これはどういう意味でしょうか。絵を通してみたとき、これちょっと絵が鮮明ではないんですけれども、これが幕屋だとすると東西南北に各部族ごとに宿営をしています。これを幕屋に向かって、幕屋の方向に向かって宿営をしているわけですね。今その宿営をした時に、テントを張った時に、その入り口がすべて幕屋に向かっていますね。このように張りますと、テントを張りますと、朝起きて、出てきた瞬間幕屋を目にすることができます。このように主は訓練をされたのです。皆さん日常生活いかに忙しいでしょうか。しかし御言葉を受けた信徒たちは一番朝早く、目を覚ましたら何を考えるべきか、教会のこと、御言葉のことです。これがまさに幕屋に向かって宿営を張る、テントを張る、暮らしであります。40年間神様はこのように訓練をされたのです。そして、幕屋を見たとき、このように12部族がいます。このように12部族の一番先頭には掟の箱が先頭に立ちました。この距離が2000キュビット、約900メートル離れていたということです。900メートル離れていたということです。900メートルだというのは、ここからおそらくシオンの聖殿まで150メートルか200メートルですよね。ですから2倍以上の距離です。ですから平野ですけれども、目にしっかり力を入れて見ないと幕屋が見えません。この掟の箱が見えません。ですから200万人が、進んでいるのですから、あまりにも近くにいますと見ることができません。ですからこう900メートルの距離を置いてついていくんですけれども、ちゃんと掟の箱に注目しなければそれが見えません。しかし主の愛は、ここで主が施してくださっている恵みを見つけることができます。なぜならば掟の箱の上に青色の覆いをかぶせたからです。このような環境で一番目につきやすいのが青色です。青色はとても昔から貴重な色です。青色が、例えば周り石も木岩も土地、こんな中で青色が浮かびますと目につくわけです。ですからこの掟の箱を忘れないように、荒野で掟の箱の上に青色の覆いをかぶせてイスラエルの民たちを導かれたのです。このようにイスラエルの民たちの荒野生活は幕屋と掟の箱が中心であったということを知ることができます。この2つは決して分離されず、常に共にあったということを知ることができます。このように私たちの人生においても決して分離してはいけないことがあります。何でしょうか。まず一つ目は、神様と人は決して分離されてはいけません。今は堕落して神様に誰かが神様に出会ったんだって、また神様を見たんだってと噂が立ちますと、みんなそこに騙されるでしょう。しかし神様と人というのは離れてはいけません。神様と人が離れてしまっては、これは堕落になってしまいます。2番目には、霊と肉身が共に分離されてはいけないのです。霊と肉身が分離することを死と呼びます。そして3番目には、教会と神様の御言葉は決して離れてはいけません。平湖第一教会の中には、道地の救済師の御言葉が常に10万に共にしていると信じます。ですから教会が主の御言葉と一つにならなければいけません。しかし教会と神様の御言葉が離れてしまったとき、分離されてしまうとき、これを腐敗と呼びます。この幕屋と掟の箱が
決して離れてはいけないのに、お互いに分離された期間が100年以上存在しました。正確には100年4ヶ月です。皆さん学びましたね。100年4ヶ月です。元老牧師先生がこの9冊目を通して、正確にサムエル時代を通し100年4ヶ月の間分離したということを明かしてくださいました。人々は関心もありません。幕屋がどこ、いつどこで存在したのか、掟の箱がどこにあったのか、幕屋が私自身を指しているのに、教会自身を指しているのに、それがどこなのか関心もありません。しかし元老牧師先生は経図を通して、またこの幕屋と掟の箱を通して、聖書のさまざまな出来事を通して、とても詳しく私たちに教えてくださいました。この幕屋と掟が決して分離されてはいけないのに、100年4ヶ月の間分離されてしまいました。まるで経図で省略があったように、経図で省略があったように。皆さん、人々は経図に興味があったでしょうか？ありませんでした。しかし元老牧師先生は、今救済シリーズの12巻のうち6巻が経図についての内容です。ですからマタイの福音書は省略のある経図だということを明かしされました。これを図で描きますと、グラフで描きますと、このようになります。これがマタイの福音書1章の経図です。誰から始まりますか？アダムから、ここが始まって、アブラハムから始まって、終わりがイエス様までつなぎます。これが、スムースにつないでいったのではなくて、間に省略がありました。大きく6回の省略がありました。一気に2回、2気に1回、また3気に2回、合計6回の省略がありました。この絵、簡単に見えますよね。家に帰って描いてみてください。これが簡単ではありません。私がこれを勉強しながら、たくさんのことを感じました。主の御言葉は一つも誤差がないんだなということを感じました。皆さん、これはまるで創世記の一章に、神様が6日間夜となり、夕べがあり、朝があったと。6回の夕べがありました。夜がありました。その終わりに第7日目に安息を得たのです。この安息がまさにイエス・キリストを示しています。経図に省略があったことによって、私がどうすれば神様の経図からその名前が消されず永遠に記されることができるのか、それを求め祈ることができるように、この幕屋と掟の箱も同じです。ずっと一緒にいたのではなくて、100年4ヶ月長い間分離されていました。では経図の中で省略があったたびに、はっきりとした、そこには原因がありました。私の中に原因がありました。それを探して、夜となり朝となった、永遠に光だけがある安息の日に入ることを主は願われています。神様はこのように幕屋と掟の箱が分離した期間を通して、私の人生の中で、私の中のこの聖殿の中に、私が仕えている教会には、この掟の箱と幕屋が分離されてはいないのか、見てみながらこの御言葉を学びたいと思います。見てください。幕屋と掟の箱がこのように、共にいました。紀元前1445年1月1日、シナイ山で、幕屋を建てた日です。それでここから一緒にずっと共にあったんですが、紀元前1102年アベクの戦いまで、幕屋と掟の箱は一緒に、共に存在しました。しかしアベクの戦いの時に掟の箱を奪われ、ペリシテに、奪われてしまいました。
掟の箱はここから分離されてしまいます。ペリシテに7ヶ月ベセメスを得て、キラテヨアリムに99年6ヶ月、オベデドム3ヶ月、そしてダビデの城へ戻って、最後紀元前959年、これがソロモン聖殿だとすると、ソロモン聖殿の時になって、分離されていた幕屋と掟の箱が再び出会う働きがありました。地図を通してもう一度見てみましょう。ここがアラヌです。アラヌでこのように、幕屋が移動します。その中に掟の箱があります。ギルガルに6年とどまりました。6年間とどま、幕屋が建てられました。そこが本部であります。なぜならばカナンの地を占領する戦いをしなければいけないので。そして戦いが終わりました。カナンの地の征服が終わりました。その次に何をしなければいけないのでしょう。土地を分配しなければいけません。広いところへ移ったのです。その次に城へ移りました。約300年間、1400年から1102年まで、城に幕屋が建てられていました。この城でどんなことがあったんでしょう。アベクの戦いが起こりました。色を変えてピンク色が掟の箱が動く移動の道です。アベクの戦いが起こったわけですね。早くアベクの戦いが、とても難しい状況であったので、城にある掟の箱を持ってこいと言って掟の箱を持ってきたんですが、そこで大敗北をして、結局この掟の箱をペリシテに奪われてしまいます。アベクからアストテに行ってガド、エグロン、7ヶ月、それで、掟の箱がこのように移ったんですけれども、神様の掟の箱を奪ったと言って喜んだんですけれども、到底これを、持っていることができません。そして、キリアテヨアリムに移ったわけですね。ここにあった掟の箱をダビデが王となって、早く掟の箱を取り戻さなければ、そうした時に国が栄え、国のすべての秩序が回復する、それを悟って、神様の前に祈り、ダビデの城へと掟の箱が、行く途中、どんなことがあったでしょうか。衝突が起きたわけですね。そしてオベデエドムの家に3ヶ月とどまって、再びダビデが、勇気を出してこの掟の箱をダビデの城へと、移し、戻ってきたということです。その間幕屋はどうなったのでしょうか。幕屋は黄緑の色です。白で掟の箱を奪われてしまったわけですから、掟の箱のない幕屋が何の意味があるでしょうか。それでどこに移ったかというと、ノブというところに幕屋が移りました。ノブで1102年から1020年まで、1020年は皆さんどんなことがあったでしょうか。ダビデの逃避生活の時に3番目に逃避したところがノブです。ノブでドエクのせいで祭司長たちが80数人が死んでしまいます。もうここでめちゃくちゃになります。それでまた移動するわけですね。幕屋がギブンへと移ります。1020年に959年まで、ソロモン聖殿が建てられる時まで、幕屋が掟の箱と分離した状態で建てられていました。ギブンに建てられていた幕屋、そしてダビデの城にあった掟の箱、ソロモン聖殿が建てられた時に共に掟の箱と幕屋が再会して、共に分離されず一つになることができました。このような祝福をイスラエルの民たちが、所有することができたのです。今まで掟の箱と幕屋が始まって分離された過程を簡略に説明しました。では、
幕屋と掟の箱がなぜ分離したのか、それは一言で神様の栄光が離れたからであります。このように聖書は記されています。第1のサムエル記4章の21節から22節、神の箱が奪われ栄光はイスラエルを去ったと考えて、彼女は子供をイカボと、栄光は失われたと名付けた。彼女に言った、栄光はイスラエルを去った、神の箱が奪われた。このように記されています。なぜ私たちは掟の箱、神様の箱を失ってしまうのでしょう。なぜ私たちの人生において掟の箱を失ってしまうのでしょうか。それは私の人生において主の栄光を失ってしまうからです。主に栄光を捧げる信仰を失ってしまうとき、掟の箱は失われてしまいます。そのような教訓を私たちに与えているのです。イザヤ書43章の7節に、主の栄光のために作られたものである。私たちをなぜ作られたのでしょうか。主の栄光のために作られたということです。皆さん言ってください。主の栄光のために。主の栄光のために皆さん、また私を作られたということです。それが最も主が喜ばれる信仰であります。またイザヤ書の42章の8節にも記されています。イザヤ書の42章の8節、主の栄光を他の神に絶対に渡さないと記されています。なぜこのように掟の箱を奪われてしまったのか、それは神様の栄光が離れてしまったからであると聖書は語っています。イカボトという名前が出てきます。このイカボト、イ、この部分のイというのは、ウェア、どこという意味ですね。カボト、グローリー、栄光はどこにあるのかと直訳しますと、このような意味ですね。栄光が去ってしまったということです。神様の掟の箱が共にするときには、そこには栄と勝利があふれると信じます。しかし、私たちが主に栄光を捧げることができず、主の掟の箱を奪われてしまうとき、我らの人生は危機と敗北を味わうことになります。皆さんこれを覚えて、皆さん今辛い時期を送っているでしょうか。それとも障害物に出会ったでしょうか。恐れず、この大聖会が終わる前に、私が神様に栄光を捧げる人生を送れなかったから、神様の掟の箱が私と共になかったから、このような敗北を味わっているんだな、苦しみを味わっているんだなということを気づき、主に悔い改め、主に求めるとき、再び主に栄光を捧げる人生を送ることによって、残された皆さんのすべての人生が栄と勝利の働きだけが常しえに共にすることを主の皆によって祝福いたします。掟の箱をなぜ奪われたのか、すべての出来事には原因があります。アラの40年間の生活も主の御言葉を信じれなかった罪です。13番目のリテマで、神様は早くカナンの地へ行って、それを自分のものにしなさい、所有しなさいと命じられました。3日で良ければいい道のりでした。しかしイスラエルの族長たちは何と言ったでしょうか。いや、それではダメです。主の御言葉はそうですけれども、それでも石を叩いて渡ってみなければいけません、いけません。私たちが石膏を送って、一回カナンの地を隅々までちょっと見渡してから、安全な時に登っていきます。ですから神様の御言葉よりも自分の経験や自分の力を信じたわけです。それによって40日が40年に伸びてしまいました。そして2番目、バビロン捕囚70年の原因は安息日を守らなかった罪によって訪れました。今日手術を私たちになぜ与えられたのでしょうか。聖書には3つ記されています。出エジプト記20章には、書き留めてください。出エジプト記20章には、天地を創造された主を覚える日が
安息日であると言われました。また創世記15節にはエジプトから救われた、主を覚える日が安息日であると、またエゼキエル書20章にはあなた方を聖なるものとするのが神様であるということを知らせるために安息日を与えたと言われました。つまり安息日は主日は生きておられる三位一体の神様を出会う日であると信じます。ですから皆さんが教会に出てきて霊と誠とを持って礼拝を捧げ、心を尽くして礼拝を捧げるとき、三位一体の神様が皆さんの中に臨んでくださると信じます。その時から私たちの人生が御国の人生へと変わるのです。同じように掟の箱を奪われた原因は何でしょうか。それは掟の箱を奪われた直接的な、最も直接的な原因はホムニとピネアスの誤った信仰によって掟の箱を奪われてしまいました。その時、この2人は大祭司でありました。今で言えば牧師です。民たちの指導者であります。しかし彼らはどんな信仰であったのでしょうか。第1のサムエル記2章12節、エリの息子はならず者で主を知ろうとしなかった。大祭司であるのに主を知らなかった。理解できますか。私は理解できます。牧師ですから。第1のサムエル記2章17節にもこの下働きたちの罪は主に対する甚だ大きな罪であった。この人々は主への供え物を軽んじたからである。皆さん、この礼拝は生死がかかっています。生きるか死ぬかです。これがかかっているのが礼拝なのです。皆さん、礼拝を心を尽くして信仰で捧げてみてください。どんな困難があったとしても皆さんが悟って、真心から涙を持って主に祈り、賛美を歌う時にも本当に感謝の心で歌い、また長老が祈る時、牧師先生が説教を語る時、また広告まで信仰を持って、礼拝を捧げてみてください。その時から祝福が注がれるということを信じてください。このような礼拝が生きている礼拝です。そうした時皆さんの人生が変わります。しかしその礼拝を主管するホムニとピネハスが神様の礼拝を軽んじたわけです。ですから掟の箱が、共にすることができません。他人話ではないのです。私たち各自の話です。彼らはならず者であった。主の前に良い心を持たないとならず者とみなされます。皆さんが信仰で生きなければ皆さんの人生は主から見たとき価値がないとみなされます。そして主を知ろうとしなかった。ローマの1章の21節前半を見ますと、神様は知っているんですけれども、知識上知っているんですが、神様に栄光を捧げることもせず、神様に栄光を捧げることはしません。自分を表します。そして感謝も捧げません。それがまさに神様を知らなかった、知ろうともしなかったということです。私たちの心にこのような思いはないでしょうか。3番目には、供え物を軽んじた。間違った礼拝の生活によって掟の箱を奪われるしかなかったということを知ることができます。掟の箱を奪われた100年4ヶ月間です。この期間の間に様々な出来事がありました。まるでマタイの福音書に、6回、系図の省略があったんですが、その度に事件があったように、100年4ヶ月の間様々な事件がありました。どんなことがあったでしょうか。まずはアウェークの戦いがありました。これを必ずメモしてください。アベクの戦い、最長の間違った信仰の姿勢、この掟の箱を使えなければいけない大祭司の間違った信仰の姿勢によって掟の箱が奪われたのです。私たちは王のような祭司として呼ばれ、この終わりの時生きておられる神様が私たちを救済士の
大祭司として呼んでくださったと信じます。皆さん信じていますか？私は今回初めの礼拝の時に元老牧師先生の御言葉を聞いてもう一度ビジョンを感じました。私たちを呼ばれる時、私たち一人を見られたのではなく、私たちの裏に何千人いるということ、数十億の人口を救うためにまず私たちに救済士の福音を与えてくださったと信じます。では私たちにどんな使命があるでしょうか？それは救済士の御言葉を伝えなければいけない大祭司の使命があります。しかし大祭司となった者の、間違った信仰の姿勢によって掟の箱を奪われる結果となりました。そしてペリシテでの7ヶ月間の災いがありました。これは偶像崇拝によってそうなったのです。掟の箱があれば、掟の箱さえあればいい、掟の箱さえあれば戦いに勝つことができる、まるで何か魔法のように占いのように、信じたわけです。彼らはただ掟の箱を自分たちを勝利させる核武器のような武器として考えたのです。神様がこれを許されたでしょうか？ですからこれによって大きな災いが下されたのです。そしてアミナダフの家に99年6ヶ月掟の箱がとどまっていました。ここでどんなに熱く御言葉を受けたとしても99年間御言葉を受けられた方がいるでしょうか？いないですよね。99年6ヶ月も掟の箱を持っていました。アビナダフの家に祝福が注がれたという言葉もなく、呪いがあったという言葉もありません。なぜでしょうか？それはヨハネの黙示録3章15節の御言葉のように、熱くも冷たくもない信仰であったからです。何とかしたら、知らないうちに掟の箱が家に来た、訪れた、掟の箱を来たから訪れたからには入れないといけないんだけれども、そこに厚さもなく信仰もなく、もう仕方ないから、何か荷物のように置いておいたわけです。これに対して厚くもなく冷たくもない信仰であると言われました。100年4ヶ月間掟の箱を奪われた、このような姿がまさに私たちの姿ではないかということをもう一度御言葉を通して振り返ってみなければいけません。そして次にペレツウザの事件がありました。これはなぜこのようなことがあったのでしょうか？掟の箱を取り戻そうといった心は良かったんですが、神様の掟通り、定め通りに信じませんでした。私たちは神様を信じる時も神様の御言葉通り信じなければいけません。自分の思い通りに、自分が楽な方に神様を信じてはいけません。それは神様が認められないのです。どのようにしたのか、レビ人でない者が掟の箱を運ぶようにさせました。そして神様は必ずこの型に背負わなければいけないと言ったのに、車を通して、運びました。これが間違っていったのです。そして3番目、レビ人であってもこの掟の箱を触れてはいけません、触ってはいけません。なのに自分の考えによって倒れると思ってそれに触れてしまったのです。私たちが神様を信じても、なぜ元老牧師先生が、過剰なほどに、この聖書を隅々まで詳しく教えられたのか、それは私たちのこの霊、魂、肉身の救いのために絶対に必要な御言葉であるから教えてくださったと信じます。その御言葉を私たちが一つ一つ覚え、それを 100% 信じるとき、驚くべき祝福が共にすると信じます。続けてオベデエドムの祝福は、感謝と誠意によって祝福が訪れたということです。とても短い期間ですが、私のようなものに掟の箱が来るとは、感謝感激があふれました。そしてダビデはなぜ契約の箱を移したのでしょうか。契約的信仰があったからです。神様の契約、神様をこの掟の箱を招き入れるとき、主が祝福してくださるという契約を覚えたからこそ
ダビデは王になってすぐ掟の箱から運んだのです。同じ掟の箱を招き入れたのに全く違う結果をもたらしたということを知ることができます。結局掟の箱をどのように招き入れるかによって、その姿勢によって祝福と呪いが分けられるという事実を知ることができます。皆さん、申命記の30章の15節を探して読んでみましょう。30章の15節です。見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。もう一度神様の御言葉の前にひれ伏し、悔い改める中、主が喜ばれる命と祝福の道を選ぶ平子第一教会の全信徒の皆さんになりますことを、主の皆によって祝福いたします。最後の3番目として、掟の箱の回復について見ます。2番目、掟の箱の回復です。第2のサムエル記6章1節から2節を見たとき、ダビデが王となって、掟の箱を取り戻してくるんですが、ダビデはさらにイスラエルの、3万をことごとく集めた。掟の箱はそう大きくないので、数人でも、十分に持ってくることができます。しかし彼はとてもたくましい兵たち3万を集めたわけです。オベデエドムの家からダビデの城まで、両側を、兵士たちを立てて、その掟の箱を持ってきたわけです。掟の箱に向けられたダビデの心がいかに熱いものであるのか、これを通して見ることができます。結局はサウルは、同じ40年間サウルも40年間治め、またダビデも40年治めましたが、サウルは40年間たった1回も神様のこの契約の箱、掟の箱を探そうと思いませんでした。このような考えを全く持つことができなかったのです。しかしダビデは統一王国を成し遂げると、すぐに紀元前1030年統一王国を成し遂げると、契約の箱から探そう、掟の箱から探したときに、私たちの国が栄え、我が民たちが栄えることができる、神様が共にされる国となることができる、そのような信仰があったからこそ、彼はこのように神本主義、神を第一と考える、その信仰があったからこそ、契約の箱を元に戻すことができたのです。アベクの戦い、紀元前1102年から契約の箱、掟の箱の回復、1002年まで、期間が100年4ヶ月です。ある人はダビデがエルサレムの王になったのが紀元前1003年だから1003年までは、ではないかと考える人がいます。しかしそれは間違っています。なぜならば、皆さん、この1102年1月1日に、掟の箱を奪われて、1003年12月31日に、取り戻してきたと言っても、これは99年364日です。しかし元老牧師先生ははっきりと100年4ヶ月がかかったと言われました。なぜこのように違いが生まれるのでしょうか。ここには、1003年には掟の箱を、持ってくる、準備を始めたわけで、1002年となって完全に掟の箱が回復したので、このように数えるわけです。皆さん、1003年と1002年の間にさまざまな出来事がありました。ダビデがエルサレムで十二部族の王となった、強い国となりました。統一国家となったのです。ですからペリシテが攻め始めたのです。戦いを始めたのです。王になってすぐ戦いが始まったのです。もちろん何ヶ月かかったでしょう。そして掟の箱を移す準備をしました。3万人の男性、この兵たちを準備したわけですね。そしてその間にペレズ・ウザーの出来事もあって、オベデ・エドム3ヶ月間掟の箱がとどまりました。
そうそのこのような出来事が起きているうちに年が変わったわけですね。ですから実際には紀元前1002年です。救済シリーズ9冊目を見ますと、はっきりと、そこに紀元前1002年が掟の箱を取り戻した年であると記されています。ですから紀元前1102年に奪われたとこのように記されています。ですからダビデは、神様第一主義の信仰、神本主義の信仰によって100年4ヶ月ぶりに掟の箱を取り戻してくることができた、神様の聖殿に取り戻すことができたということです。一生元老牧師先生が私たちに教えられたことは何でしょうか。神様第一主義、唯一イエス、唯一神本主義、この2つの信仰を私たちに教えられました。私たちがそれを覚え、元老牧師先生が教えられた通り、神様第一主義、神本主義の信仰を持って生きていくとき、失った掟の箱が取り戻され、すべてがリバイバルし、栄え、また勝利し、癒される驚くべき働きが私たち皆にありますことを主の皆によって祝福いたします。最後の3番目として掟の箱の行方です。エレミア3章16節、最後もさっきも読みましたね。あなたたちがこの地で大いに増えるとき、この日には、人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い起こすこともしない、求めることも作ることももはやない。なぜ心に浮かべてはいけないのでしょう。なぜ掟の箱が消えてしまったのか、皆さん考えたことあるでしょうか。掟の箱が奪われたのではありません。100年4ヶ月間奪われた期間があり、ソロモン聖殿に掟の箱があって、それからいつ消えたのか、いつ亡くなったのか、紀元前586年第3次、の時に掟の箱がありませんでした。あったとすると、聖書にはっきりと記されているはずです。バビロンに、586年の時に奪われたならば、聖書に記されているはずなんですけれども、これについての内容がありません。100年4ヶ月間は掟の箱が奪われましたが、ソロモンの聖殿終わりに消えてしまったのです。掟の箱がなぜなくなってしまったのでしょうか。聖殿の実体となられたイエス様が現れることによって、模型の聖殿であった掟の箱が消えたのです。ヨハネの福音書2章の19節、イエス様が言われました。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。神様はこのイエス様を表す模型の掟の箱は、幕屋は、イエス様が来られてからはその幕屋が存在しません。なぜならばイエス様が幕屋の実体であるからです。聖殿の実体であるからです。なぜ掟の箱がなくなったのか、それは契約の箱の実体となられるイエス様が現れたからこそ、もはや模型の幕屋が必要でなくなったからです。神様が私たちに掟の箱を失ってしまうのではなく、もっと私たちに大きな祝福を与えてくださったのだということを覚えてください。これを悟らなければいけません。イエス様が来られることによって消えた3つです。まず1つ目、系図です。2番目には聖殿です。3番目には掟の箱です。系図は何へと変わったのでしょうか。イエス様が来られてから系図は命の書へと変わりました。命の書が与えられたから、系図はもういらなくなったのです。そして聖殿は消え、神様が私たちの心の聖殿にとどまることを願われています。そして掟の箱は、消えてしまい、まさに神様の御言葉、主が与えてくださった救済師の御言葉が、私たちが取り戻さなければいけない掟の箱の実態であると信じます。私たちに変化の御言葉、すべての救済師を完成させるのがこの変化の御言葉であるので、この
変化の御言葉、救済師の御言葉が、掟の箱の実態となるので、この掟の箱をなくされたわけです。ヘブルの11章の3節を見たときに、信仰によってすべての世界が、御言葉によって作られたことを知っている、見えるものは現れるものによってなったものではないと記されています。先ほど新明先生より御言葉を述べてくださったとき、本当に感動を受けました。神様の御旨を悟るために祈られた痕跡が見えました。本当に神様が私たちに完全なる祝福を与えてくださるために、見えるものを消えさせたのです。イエス様が来られることによって、この3つがなくなってしまいました、なくなりました。ヨハネの福音書16章の7節の御言葉、ヨハネの16章の7節の御言葉を見ますと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。イエス様が去ること、弟子たちはとても悲しみました。なぜ私たちと共にされないのか、最後まで我らと共にされればいいのになぜ去らなければいけないのか。それは私たちの完全なる救いのためです。イエス様が御言葉が肉身となって私たちと共にするときには、私たちがいかに共にするとしても私たちの外にいらっしゃるわけです。しかしそのイエス様がなぜ去ることが私たちのためであると言われたのか、それは外にいらっしゃったイエス様が恵みの聖霊によって私たちの中に完全に入られたから、私が去ることがあなた方のためになると語られたのです。ですから神様の救済師は本当に隙がないということを悟らなければいけません。私たちも同じような心を持っているのではないでしょうか。なぜ元老牧師先生が、もっと長く私たちと共にされればもっと良かったのに、もっとリバイバルし、教会が、戦いも争いも起きず、もっと大きくなることができたのに、なぜ去られることによってこんな辛い目に遭っているんだと思うかもしれません。しかし元老牧師先生は私たちの元を去ったのではありません。御言葉によって、聖霊によって私たちと永遠に共にされ、また私たちの中に共にされるということを信じてください。これがまさに契約の箱をなくした理由であります。見える模型の幕屋がありますと、それだけに頼るわけです。神様との私と一対一の人格的関係が成り立ちません。私たちの中に人格に神様が満たされなければいけないのに、目に見える幕屋だけにより頼むのです。ですから神様が幕屋をなくしてしまいました。そしてイエス様も来られ、私が去ることがあなた方のためである、去ることによって聖霊が訪れ、外にいらした方が私たちの内側に、いらしてくださるからです。同じように大聖会に参加して、皆さんが必ず信じて帰らなければいけないことは、私はそのように信じます。元老牧師先生は私たちの元を去ったのではなく、むしろ御言葉によって、聖霊によって私たちの中に入られ、共に完璧に一緒にされているということを信じてください。アーメンと答えてください。そのような信仰を持って生きることを神様は願われています。しかし私たちがこれを悟れず、常に涙だけを流し、嘆き、ため息をつき、教会も出てこず、あの時が良かった、もう今はいらっしゃらないからと、しかし神様が願われる信仰はこのようなものではありません。掟の箱を通して私たちに見せてくださっています。結論を結びます。掟の箱を見ますと、40分のうちに終えなければいけないのに時間が過ぎてしまいました。5分だけください。掟の箱
というのがレビ記16章2節に1回出てくるんですけれども、漢字で見ますと、このような、中国の漢字ですね。中国の漢字、聖書を知らないとこんな漢字を使えないなと思うくらい、掟の箱がこのような、漢字を使っています。法と箱の木ですかね、木で作られた箱の中に尊い宝が入っているという意味の単語です。つまり、イエス・キリスト、この宝とはイエス・キリストを意味します。第二のコリント4章の7節にも、このような宝を土の器に収めています。この並外れた偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。皆さん、歴史の勉強を少ししてみましょう。エベルにアダムの14代目エベルに2人の息子がいました。ペレグとヨクタンがいましたが、その時、世の中が大きく2つに分かれたというのは、神様の救済史においても何か大きな分離があったということを私たちに語っています。しかしペレグは、ここがバベル島があったところですが、この世に移って、イスラエルを形成し、ペレグの子孫からダビデが来て、諸林があるようにしました。しかしヨクタンは長子、創世記の時代には長子だけが記されます。アダムが説を見、800年が過ぎながらたくさんの子孫を産みました。たくさんの子供を産みました。しかし子供の名前は記されていません。しかしヨクタンだけは、次男であるのにもかかわらず名前が記されています。神様が長子だけでなく、この次男のヨクタンの名前まで記されています。何か救済史において特別な出来事がなければこの世にはされません。ペレグはこの世に移動したんですが、ヨクタンはこの世に移っていきます。メサ、今で言えばイランです。イランを過ぎてスバル、これは、今で言えばシベリアですね。東の山はこの韓国の方ですね。この時期を見ますと、エベルがペレグを産む時が紀元前2357年です。そして韓国に初めて国が建てられた時にも2333年ですね。で、行く途中に中国があります。中国で使う文字を漢字と呼びます。この漢字は行く途中、中国ができて漢字が生まれ、なぜ聖書の出来事を表す漢字だけを研究する方がいらっしゃるんですけれども、その中、そのうち3つだけ話してみたいと思います。このような漢字があります。謹慎の金ですよね。禁じる金。しかし不思議なことに木が2つあって、示すという、これはアダムとイブがエデンの園で2つの木を見て、神様が善悪を知る実を食べてはいけない、禁じられたわけです。そしてノアが箱舟を作った、これが船ですね。船に8人のノアの家族が船に乗った、これがノアの箱舟ですね。そして義という漢字、私たちはイエス様を信じて皆義と見なされた、義の漢字をよく書きますと、羊の下に我という私という漢字が来るわけです。これでイエス様を信じることというのは、私を取り除くこと、私ではなくて子羊を私の頭にすること、これが義であるというわけです。
これができないから私たちが今も辛いわけです。このように感じが、不思議なわけですね。なぜこれを語っているかというと、というかこのヨクタンは一体何を準備したのか、再臨を、準備させたということです。21世紀の末にアブラハムという人物を朝鮮半島に送られ、この国を用いられ、変化の御言葉を全世界へ、伝えることが絶対に偶然ではなく、神様は5000年前から計画された、その計画のうち一つ一つが成し遂げられているということを信じてください。神様は私たちの救いのために5000年前から準備されたのに、皆さん5年10年苦しみを得たからといって信仰をなくしてしまってはいけないのではないでしょうか。ですから神様の契約を信じたとき、私たちは勝ち抜くことができます。このように6000年間の契約、掟の箱、この契約の流れに私がいるということを信じるとき、私が経験している葛藤や苦しみは小さなものでしかありません。皆さん心を広く大きく持ってください。皆さんの、中に契約の御言葉がありますことを願っています。結論を結びます。掟の箱の中にあった3つのものですね、契約の、石の板2枚とアロンの芽生えた杖、またマナの生えている金の亀、肉親、この石の板2枚も御言葉は見えなかったんですが、石の板に刻むことによって目に見えましたよね。ですから見えない神様が肉親に宿ってこられた。そして死んだ、木から芽が芽生えた。そこに、死んだ木に芽生えたというのは復活を意味し、またマナが入っている亀は命のパンである。ヨハネの福音書6章35節にも、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと言われました。愛する言論牧師先生を通して与えてくださっているこの驚くべき全ての御言葉が命のパンであり、隠されていたマナであり、永遠の命の実を私たちが毎日取って食べているということを信じてください。これを信じるとき、私たちの信仰が揺れることはありません。結論ですね。今掟はどこにあるのか。ヨハネの黙示録11章の19節を見たときに、天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中には契約の箱が見えた。神様のこの掟の箱が消えたのではなくて、天にある神の神殿に置かれたということです。天にある神の神殿とは何でしょうか。これは、私たちの目に見える木形の聖殿ではなくて、各自御言葉を受けた私たちの心の聖殿であるということです。この心の聖殿に掟の箱が共にする神様の真なる聖殿であるということです。私たちの心の聖殿に掟の箱が見つかる祝福を受けたということを信じてください。地にある聖殿では掟の箱が消えましたが、天にある聖殿には未だに掟の箱が存在します。私たちに与えられた6000年間の救済史の摂理の中で与えてくださった変化の福音、救済史の御言葉がこの時代の掟の箱であるということを固く信じる私たちになることを願っています。結論、掟の箱を招き入れた者の祝福です。最後に読んでから終えたいと思います。あまりにも時間が流れてしまいました。第一の歴代史6章16節から17節です。神の箱が安置された時以来、ダビデによって主の神殿で英称の任命につけられたものは次の通りである。ソロモンがエルサレムに主の神殿を築くまで、彼らは幕屋、すなわち臨在の幕屋の前で英称者として使え、その規則に従って任務に就いた。掟の箱がダビデの信仰によって
安置された。私たちが今日この御言葉を信じることによって、変化の御言葉、救済師の掟の箱が私たちの心の中に安置されたと信じます。このように平安を得た後、3つの祝福、感謝の賛美、そして主の神殿が築かれ、そして規則に従って任務をついた、これは秩序ができたということです。私たちの最近のお祈りの課題は、壊されてしまった秩序を取り戻させてくださいというのが祈りの課題でした。これがいつ気づかれるのか、掟の箱を私が今まで失って生きてきたんだということを悟り、ダビデのように掟の箱が私の心の聖殿に安置されるとき、すべての暮らしが感謝と賛美があふれ、皆さんのすべての人生が主が喜ばれる聖殿を建て、また平行第一教会を始めた全世界の御言葉の教会が、また皆さんが秩序を取り戻し、平行の祝福を所有する祝福が永遠に共にすることを主の皆によって祝福いたします。お祈りを捧げたいと思います。生きて働かれる地なる神様、感謝いたします。いかなる恵みなのか、水曜礼拝を迎え、愛する信徒たちを一つの場所に集めてくださり、尊い御言葉を持って礼の糧を与えてくださり感謝いたします。今日与えてくださった御言葉を通し、私たちが保たなければいけないものは何なのか、そして掟の箱をなぜ失ったのか悟りました。私たちに与えられたこの変化の御言葉、道の御言葉が私たちが覚えなければいけない永遠なる掟の箱であるということを悟りました。ダビデが掟の箱を安置させた後、感謝と賛美が絶えず、神殿が築かれ、神の神殿が築かれ、すべての、規則に従って任務をついたように、同じように平行第一教会と全世界に建てられた御言葉の教会と全信徒の家庭ごとに、このような祝福があふれるように導いてください。残りの時間も主の御手に委ねます。尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。大きな恵みを受けました。賛美歌の399番を賛美いたします。
위해서기도하겠습니다献金のために祈ります。살아계신아버지生きておられる父なる神様、오늘구속사8강의를통해서救済詩の第8講義目の御言葉を通し大きな恵みを受けました。聖書の歴史を見たとき、失われてしまった掟の箱を取り戻すまでダビデの信仰が神本主義として唯一神様にだけ栄光を捧げました。ある時、これから掟の箱にある時には注目させ、また掟の箱を偶像にならないよう私たちから取り除かれたということも学びました。イエス様がよみがえられた後、弟子たちと共にされた時、御言葉を解き明かしてくださる時、イエスであるということを悟り、イエス様はその後目に見えなかったと言われたように、各自私たちが見える掟の箱に注目するのではなく、御言葉に熱い信仰、回復する信仰へと導いてください。二度と見える人に心を奪われないように導いてください。この時間、受けた恵みに感謝し、主にだけ栄光を捧げる献金を捧げます。捧げたものを一人一人主が覚えてくださり、またこの供え物が神の国を建てることに用いられますように、すべてを委ね、愛の大きいイエス様の皆によって感謝しお祈りいたします。アメン。Thank you.
평강 안에 부름받은 우리들, 우린 아버지 말씀을 지켜야 합니다. 옳고 그르고 좋고 나쁜 것은 우린 이미 아버지의 말씀을 통해 배웠습니다. 오죽하면 우리 형제 자매들이 이렇게 간절하게 여러분께 호소를 합니다. 여러분, 아직 늦지 않았습니다. 지금도 이 모든 것 절대 늦지 않았습니다. 우리는 아버지 말씀 안에서 반드시 하나가 되어야 합니다. 지금까지 우리 한 말들은 그냥 하는 말들이 아니고 옳고 그르고 좋고 나쁜 것은 성경에서 찬송 오죽하면 우리 형제들이 여러분께 호소를 하오. 2024년도 하계 대성회 2024년도 각기 대성회 주님의 영광을 捧げる 賛美를 부르고자 되기 감사いたします. 문화 예술 인생 교회より 감사 献金을 捧げられました. 가족이 참가되기 대성회에 참가되기 감사いたします. 또 감사 献金을 捧げられました. 孫が肺炎によって入院中ですが熱が下がりません。早く、癒され回復すると信じ感謝献金を捧げますと釜山教会より捧げられました。また救済士のクイズ大会に参加でき感謝いたします。感謝献金を捧げられました。この時間はお知らせの案内の時間です。明日の終わりの礼拝、最後の礼拝の後、掃除が最後の日程です。元老牧師先生は大聖会は掃除をした時に本当の終わりなのだ、掃除が本当の終わりですと教えてくださいました。ですから大聖会は始まりよりも終わりの締めくくり、掃除までが大切です
と教えてくださいました、来週、再来週ですかね、また牧会者の救済士大盛会がありますので、その準備のためにも、隅々まできれいに掃除をお願いします。先週70歳も超える看守の方々が、机を運ぶ姿を見て申し訳なく思い、また感動を受けました。明日も皆さんしんどいですが、最後まで掃除に伴ってくださることをお願いします。閉会礼拝の前に、各自眠られた場所やまた聖殿を、清掃をお願いします。またトイレの清掃を先にきれいにし、それから、宿の清掃をお願いします。ゴミは各宿の1階に下ろしてくださること、集めてくださることをお願いします。パウル館やまた新メオン聖殿のシンクセットは1階に下ろしてください。全体の清掃は必ず、昼食のあと12時40分から清掃を始めます。掃除してから食堂に来られれば食堂を、整理することができないので、必ず、食事を先にされてから、12時40分から荷物を整理し、また退室と同時に、清掃をし、担当教育者の、チェックを受けてください。各担当の地域の清掃票は聖殿の1階に付着されています。教会のバスの出発は清掃を終えてから2時に順番に出発します。個人の車両で来られた信徒の皆さんは必ず、終わりの清掃を共にしてください。数が減ってしまうと大きな支障があります。昔は忙しい方は先に行かれることもありましたが、今は、皆伴って、清掃までしてくださることをご協力お願いします。そして、午後2時以降移動をお願いします。ベールシバのおやつブースは本日まで販売です。明日には販売されないので参考にお願いします。男性マートで販売される交際品は購入可能です。食券の返済は8月1日午前9時まで44音聖殿の3階の食堂の前でお願いします。ソウルでは、不可能なので、必ず書きです。大正解の期間の間に、もし返済する部分があればお願いします。そして近現代史シリーズや救済シリーズの書物が約 30% 割引された価格で売られています。海外の信徒の方々のために英語版も準備されています。カード決済やまた郵便発送も可能なので参考お願いします。救済シリーズ6冊目の英語版が先ほど到着しました。まだ購入されていない方は購入することをお願いします。また先ほど救済士のクイズ大会に、誤ちがあって訂正します。ヨーアハースがヨーアハースで記されていたそうです。祝祷賛美を歌ってから祝祷によって終わりたいと思います。今はかわいそうな私たちを弱い私たちを
放っておかれず、約束された恵みの聖霊によって訪れてくださる中、常しえなる御国に入るまで私たちと共にされる我が主イエス・キリストの限りない恵みと、父なる神様の限りない愛と、御霊の感動感銘親しき御交わりの働きが、今日この場所40修練場に訪れ、頭を下げ主の前に祈り、残った人生の句のように主と完全に共に歩むことを願う、すべての信徒の皆さんの上に、愛する家族の上に、愛する子どもの上に、また出ていく職場と営む事業の上に、平古大地教会の上に、今からとこしえなく共にあらんことを。アメン。